池袋に着きまして、今会場に向かってまーす。めっちゃいいです。ちょっと暑いぐらいですね。会場近いんですぐ着くと思います。到着。あとですね、今日の会場は戦っていきます。今1回戦終わりました。なんとか勝てました。バチクソ緊張しました。次も頑張ります。今勝ち勝ち勝ち負け、最後ベスト16で全関東ビリヤード選手権終わりました。いや悔しいですねでもなんか一級の球の重みをとっても感じた最後の試合だったんで、悔しいですけど、なんせ楽しかったし、いや、チャレンジしていこうと思いましたし、今の自分の力もすることができたんで、またちょっといろいろ語りたいと思います。とりあえず終わりました。お疲れ様でした。ということで全関東ビリヤード選手権、ベスト16で終わりました。いやー、まあなんか悔しい、悔しいですけど、悔しいし、あそこでとかは思いますけど、でもまず良かったなっていうのが今一つ思ってます。出て良かったし、これをこの YouTube をビリヤードをやりたいっていうので、もうなんかいろんなこと連動させて動いたから、こうやって試合もまた出れたし、あの緊張感も味わえたし、いろんな人のビリヤードも見れたし、すごい得るものが大きかったなと思います。久々にひりついたというか、やっぱり僕らの仕事はなかなか勝ち負けとかではないので、まあ、確実に勝ち負けがある勝負っていうのはあんまりすることがないので、そういう意味でも一球の大切さとか、あの瞬間のスイッチの入れ方とか、なんかこれはでも役者業にもなんかつながるかなとか思いました。勝手に、なんでしょう、言葉がうまくまとまらないんですけれども、まあでも勝ちたかったっすね。やっぱり勝ちたかった。それはあります。でもまあここからスタートなんで、これからいろんな経験して戦っていきたいなと思います。真面目ばっかりでもあれなので、今日思ったことを言います。まず
まあもうほんと久しぶりのビリヤードだったので、もう勝手がわからないわけですよ。まあ意気込むし、ドレスコードあんのかなと思って、襟付きシャツサンダルは控えてくださいって書いてたんで、あ、まあまあピシッとしてやるのかなと思って、アマチュア試合とかで画像とか検索したりとかして、でこういう感じでパチン決めていったんですけど、もうほぼ俺だけ、みんななんかポロシャツとかスニーカーとか、俺このためにわざわざビリヤード用のシューズ買ったのに、いつも履いてるスニーカーでよかった。はい、いやでもね、なんかまあ僕だけちょっとあいつ頑張ってんな、張り切ってんなみたいな感じだったんですけど、まあでもなんかね、ちょっとでもなんか僕はこういう発信をするので、まあビリヤードのかっこよさとかなんか伝えるために頑張ったっていうことで、楽しかったです。はい、楽しかったし、もっと上手くなりたいって思いました。うん、これからね、公式戦だけじゃなくて、なんかいろんなビリヤード場のハウストーナメントだったり、ポケットだけじゃなくて僕はスリークッションもやるので、スリークッションの大会だったりとか、どんどん出ていけるときは出ていって、まあ仕事とのね兼ね合いがあるんですけど、僕土日に本番とかがあるのでなかなか出れないときもあるんですけど、もっともっと出て、もっともっと強くなって、いつかタイトル取りたいなと思いました。うん、そうですね、取ります、頑張ります。まあここで言うことによってまた頑張る力になりますし、本当に今日もたくさんの方に応援していただいて、ファンの方、ビリヤード関係者の方、そして仲間たちがすごい連絡をくれて、頑張ってと、はい、本当にお世話になってるマルスの、皆さん、酒井さんをはじめとしたマルスの皆さんも本当に応援してくださってありがたかったですね。本当に土方プロとかもコメントくださって、うん、平林さんとかもね、もう本当皆さんです。なんかでもこうやってミリヤードの皆さんとなんか交流ができていくっていうのが、知ってもらえるっていうのがとっても嬉しいです。うん、今まで僕はとても狭いところで自分のなんかここだけでやってたので、こんなにいろんな人と出会えるねやと思って、みんなそれぞれがあって、はい、だからいろんな人の玉突き見て、いろんなものもらっていきたいなと思った一日でした。これからも少年バーとしても動いていきますし、本当に僕は動くのがとっても苦手な人間なんです。自分からなんとかしよっかなと思ったらしよっかなって思ってただけです。でもこういうご時世になっていろんなことが起こって、動かなきゃ、動こうやって自分をまあなんとか動かせて、そうしたらこういう風に試合に出たり、仲間ね、伊沢さん、そしてスタッフさんとか本当に協力してくれて、チャンネル始めれて、イベント始めれて、応援してもらって、そしてビリヤードこういう風に協力してもらって、こういう動画を出したりとか試合に出たりとか、いろんな人とつながったりっていうのがあって、なんか皆さんもし今迷われてることとかあったら、僕はビビりなんでミスするのが本当に怖いんですけれども、ミスしても次なんか手を考えればいいっていうのはビリヤードも一緒かもしれないし、何かを始めるっていうことは一緒かもしれません。なんか楽しいですよ、動いていくの。多分これからいろんなミスもしていくと思いますが、その度に修正して、その時の自分を知って、新しい自分に会いに行けるように頑張っていきます。なぜ今日は応援ありがとうございます。そしてこの動画を見てくださってありがとうございます。これからの幕張のビリヤード、そして少年バーの成長、ぜひ楽しみにしていってください。本日はご視聴ありがとうございました。そして対戦してくださった選手の皆さん、本当にありがとうございました。ではまた会いましょう。バイバイ。